それでは今回プレイさせていただくゲームはこのゲーム、パルスフォビア。大変恐ろしいゲームです。覚悟してご覧ください。覚悟のない方もご覧ください。それではスタート。もう始まってんのこれ。ライトが熱くね。またホラーゲームにありがちな、よくわからないところに放り出される感じですか。ここはなんだ、ちゃんと寝る場所はあるのね。これ布団はないの。これは何、このチョコレートみたいなドア、ドアだよねこれ。開けましょう。あ、なんか開いた。なんかすり抜けたかのように開けた。ここはまたチョコレートドア。あれ、なんか戻ってきた。なんか同じような部屋がいっぱいあるってこと。ここはここも同じような、え、何これ、アパート、ホテル、違うよねこれ。なんか紙がある。あ、何この絵。多分この右側の髪が長いやつが化け物か、なんかやばそう。もうなんか日本のゲームっぽい。あ、ちょっと通り過ぎてった。何今の骸骨。アンガールズ、これ何、鍵をやってなんかやれってことだね。なんとなくこんな感じ。ちょっと待って、こっちまず見に行こうか。あっちにも紙あったけど開かない。開いた。鍵がある。なんだこの黒い鍵は、ペラペラだな。で、ここにもなんかヒントっぽいのが。おお、ここで鍵を使って開けろってこと。ここか、さっきの鍵、こっちここのさっき取った鍵はどこで使うんだ。ここか、あ、ここだ。また暗い。いちいちこれ移動するたびに懐中電灯をつけないといけないのね。外じゃんこれ。火細いなこれ。アンガールズか。よし行きましょう。見えねえぞ先が。どこ向かうの。何このバランみたいな、お寿司についてるあの緑のあれみたいな草は何これ。髪がある、スレンダーマン的な。何これ、今見え、ちょっと今一瞬閉じちゃった。ごめん、なんかミスった。もう見れないの。同じような景色だから、戻ってんだか進んでんだかわからんわ。あ、なんかある。また髪がある。何これ、日曜大工で作ったような机は。うん、え、何これどういうこと。子供の落書きじゃん。ひたすら、とりあえずフェンスとか壁とかあるところを通っていけばたどり着くでしょう。一周、とりあえずぐるって一周できるようにしましょう。全然わからん。いいのこっちで。なんだ、誰かいますか、誰か。うわ、ちょっとキモい。何今のずるいって今の。ランダムで発生するやつ。よし、ここか、ここの中入ればいいのか。なんかもう気持ち悪い、なんか人の顔に見える。開いた。よし、でまた懐中電灯つけて。うわー、またなんか足音が無駄にでかいって。なんかいるかもしんないんだからゆっくり歩けよ。またこの部屋か。見ないと紙があるからな。好きだなこれ。使い回しにも程があるだろうと見せかけて、なんか来るんだろうねきっと。とかもない。なんかこれ
タコ部屋、ここ監禁してなんか労働、強制労働させてるとか感じなの？違うか。ここも関係ない。こっちか。ここも関係ない。ここもなし。何があるんだよ。俺の才能ぐらい何もないわ。何もなすすぎでしょう。逆サイか。くそ、走っていこう。もう走っても足遅いし、こいつ。くそだな。まるで俺だわ。よし。何もない。何もない。通れないんだけど、太ってんの？デブなの？あ、噛み合った、やったあった。なんだ、出てきたと思ったらこんなんかよ。何このハードルみたいなやつ。なんかヒントなんだろうけど、さっぱりわからんわ。ちょっと通れないって。ちょっと。補正がないの？ないね。ない。何もない。こんな作んなくてよかったよね、部屋。いやでもどっかでドーンってくるんだろうな。脅かしに来るんだろうな。ない。何もない。なんだなんだ、何の声。うわ、なんか目がある。気持ち悪い。この目、ルックルック、こんにちはかよ。なにこれ、なんか来てるってことか。ここを曲がって、この先か。さっきの絵のヒントが、あ、ちょ、なに今の、なに今の、なんかジオンのカヨコみたいのが追っかけてきたけど、ここ関係ない。また部屋違う。また部屋来た。これまたこれ見ろってかい。この作業の始まりかい。ひどいねこれ。何もないよ、もう。なんかないの？使用済みコンドームぐらい落ちてないの？ないのかい、何も。なんだ、今の声。何？仕事帰りのサラリーマンのため息みたいな。何今の。あ、また噛み合った。行きましょう。ここは何もない。さっきの道か。絵のヒントが生きてくるか。なんだ？後ろ？違う？いいの？行って。あ、開いた。あ、鍵がある。これで、さっき、開かなかった。どこあったっけ？どこだったっけ？あったよね？途中で。そこ行けばいいのね。ここか。ここに入ると、うわ、なんか血がついてる。何この魔法陣。魔法陣、なんか星だね、これ。魔法陣じゃねえか。なんだこれ。星取ってステージクリア？クリア64じゃないんだから。
何これ、なんか儀式みたいのを行ってたってこと？で、さっきの何？なんだ消えた。なんだ今、なんかすごい耳なし方位置みたいな、何これ、わーって、わー、またライトが消えた。なんかいっぱいいる、囲まれてる。何、儀式？やめてよもう。ケビンベーコン？またここかよ。またなんか集めろとかじゃないだろうね。勘弁してよ。だるいよ、それは。いいのこれ。何をすればいいの？また鍵ある。これを使ってどっか行くのかい。またなんか引っかかる木に。こんなんかありそう。あ、ここ入れる。ここ入って、この学校、ここなんかこれ取ってつけて学校っぽく作ったけど全く学校に見えない。あ、鍵、いや、あれ取ってるよね。開いた。あ、消えただけ。うわー、意味なし方位置来た。気持ち悪い。これ学校は紙がある。あ、また一瞬で消え、操作性が、せっかちの俺連射しちゃうから。鍵は、あ、なんかある、なんか不気味な鍵がある。さっきのとこ開くのか。これで、あー、また来た。やめて。あー、血がついてる。出口は、あった。出よう。あー、また出てた。やめてよもう。こっち行けばいいの？開かない。これ戻ってんのか。こっち、分かんなくなった。違うか、こっちでいいの？開いた。あ、紙ある、紙。何これ、あ、またさっきの、え、なんだこの骸骨、嘘だろ、自分も生贄の一人になったってこと。え、やめて、動けないんだけど。え、終わり。いや、それ呪音でしょ。それいかんでしょ。なんで最後パクってんの。何この寄せ集め芸は。パルスホビア、別名パクリです。ありがとうございました。ではまた見ていただけたらありがたいと思います。チャンネル登録ももしよろしかったらお願いします。ではまた見てください。バイビー。